ちょっと見てみましょうか。はい、こちらです。ここにありますよね。はい、午前中はもう少し西の方にあったんですよ。それで、島根県内の方にかかっていたんですね。これがだんだん東の方に現在移動してきたといった状況。それでこちら現在、石川周辺にかかっているといったようなところです。はい、はい、それでは予報センターから地震情報、予報センターから地震情報をお伝えします。予報センターから地震情報をお伝えします。はい、それではお伝えします。東北地方で地震が発生した模様です。東北地方で地震が発生した模様です。推定される最大震度は5弱、マグニチュードは 7.7、 震源地は三陸沖、震源の深さは10キロと推定されます。地震の規模、震源の位置から津波の発生の可能性が考えられます。海岸付近の方は直ちに海岸から離れるようにしてください。マグニチュードは 7.7、 マグニチュードは 7.7 です。非常に失礼、マグニチュード上がりました。マグニチュードは 7.9 です。マグニチュードは 7.9、 最大震度は5強、最大震度は5強です。震源地は三陸沖、震源の深さは10キロ、津波の発生の可能性もあります。津波の発生の可能性もあります。はい、マグニチュード上がりました。マグニチュードは8です。マグニチュードは8、はい、今現在この予報センターのある幕張のビルの方も激しく揺れています。幕張のこのビルの方も激しく揺れています。慌てて外へ飛び出さないようにしてください。慌てて外へ飛び出さないようにしてください。はい、震度速報が入りました。はい、最大震度は6強、最大震度は6強です。6強を観測したエリア、6強を観測したエリアは宮城県北部、宮城県中部、震度6弱を観測したエリアは岩手県沿岸南部、震度5強を観測したエリア、岩手県沿岸北部、震度5強、岩手県内陸北部、震度5強、福島県中通り、震度5強、福島県浜通り、震度5弱、山形県村山、震度4、秋田県内陸南部、震度4、山形県沖玉、震度4、茨城県北部、震度3、山形県最上。はい、震度の方上がりました。震度の方上がりましたのでお伝えします。岩手県、宮城県、福島県、津波警報が発表されているエリア、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里、千葉県外房、伊豆諸島、津波注意報が発表されているエリア、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、千葉県南内房、小笠原諸島、相模湾、三浦半島、静岡県、愛知県外海、宮城県南部、和歌山県。